遂事態だ。もう大丈夫ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！大丈夫ですから。なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい。巨人を食い止めて、あの子を逃がさないと。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。拠点は頼んだ。あの子まだ相当クエは逃げていないはず。絶対に守らないと。拠点はここだね。助かりました。ありがとうございます。私はあの子を追いかけます。あなたは他に逃げ遅れた人がいないか探してください。ありがとうよ、助かったぜ。俺は助けを呼んでくる。そんな、あの子の周りに巨人が集まり始めています。囲まれる前に巨人を討伐して逃げ道を確保しましょう。村の人ほとんどみんな先に逃げちゃった。
誰も助けてくれなかった。大丈夫ですからね。相手になるよ。いやー、誰か助けて。こんなもんだ。あんたは命の恩人よ。ありがとう。そうだ、助けを呼んでくるから。さあ、よっと、これでなんとかこの場を切り抜けられそうですね。助かる。お、走らなきゃ。かと思って来たはいいけど、巨人が多すぎるよ。誰か手を貸して。ここは助かったよ。ここからはもっと有利に戦えるよう手配しておくから。次だ。橋の周りにも巨人が。この橋を渡らなきゃ逃げられないのに。はっ、よっと、はっ、やるよ。アジャ、どうしてお前らがここに。感動の再開はアドラだぜ。まずは任務通り住民の避難に全力を尽くすぞ。今見てやれ。急がないと、あの子逃がせなくなってしまいます。実戦はトロストク以来だ。また前線に来ちまうなんて。よっと、はっ、はっ、だっ、片付けよう。しっかりよ。し、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。はっ、あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。呼ばれて応援に来たが、まだ手が足りない。一緒に戦ってくれ。感謝する。しかしこのまま戦うのは厳しそうだな。俺が何か手を打っておこう。しっかり頼むぜ。手が足りない。誰か加勢して。相手になるよ。助かったわ。私は拠点を作っておくから。よろしくな。
他の村にも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。私も。他の村にも？俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか？だっ、ね、こんな時にあんな大型の巨人が。でもやるしかありませんね。来ればもう大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりませんし。ありがとうございました。おかげで私もこの子も無事に逃げ切れました。この恩は必ず。お肉ですか？いくらあなたでもお肉だけは。勘弁してください。おい、無事か？怪我はないようだな。ん？お前は？104機調査兵団、サシャ・ブランスです。上官の指示で各地への情報伝達に当たっていました。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は私が安全な場所まで送り届けよう。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の火星に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。準備ができ次第すぐに出発するぞ。必ず今回のお礼はしますので。食べ物以外でまた生きて会いましょう。必ず。